今から心霊スポットに行きます。よろしくお願いします。今入り口です。音のボリューム問題ない？大丈夫？音のボリューム問題ない？ OK。 じゃあ行きますか。行きます。ちょっとライトを用意してもいいですか？ライトを用意してもいいでしょうか？ちょっと暗いんで、ライトを用意します。虫が入った口の中に。ちょっとライト用意します。ちょっと待ってください。外は明るいですけど、中は真っ暗ですね。中は真っ暗です。じゃあこのライトですね。このライトと。このライト、明るいやつですね。これをつけていきたいと思います。誰？誰？誰？あれ？外は明るいっす。他の人は、はぐれました。心霊配信で慣れ合いとかリスナーさんが冷めるんで。準備、よかったら教えてください、リスナーさん。準備 OK ですか？こういうのはやっぱり一人の方がリスナーさんに伝わるんで、はい。キャッキャ、慣れ合いする気ないんで僕は。じゃあ行きますよ、皆さん。準備 OK、OK。じゃあ行きます。今、ライトつけますね。光量はこれくらいでいいかな。行きます。うわ、超怖え。ライト消すとこんな感じですね。真っ暗です。行きます。やばいな。え、誰？今足音しなかった？今足音したよね？今足音しなかった？ボリューム上げた方がいいかな？音小さい？え、今、足音したよね？してない？ちょっと待って、録音。あ、あ。してない？大丈夫。マイクの音量上げますね。あ、あ、あ、あ。聞こえますか？あ、あ。これくらいでどうですか？音量。リスナーさん。これくらいでどうですか？これくらいで OK？ マイク。OK、行くよ。口笛はしてないよ。ウグイスはね、鳥ですね。鳥。
天井もぶっ壊れてるここはガチですね、結構。電波まだあるかな。大丈夫かな。電波なくなったら教えてね。殺人事件ですね。後で解説入れます。今映像で何か映るか撮りたいんで。トイレですね、ここは。赤い部屋は2階ですね。2階行きますか、じゃあ。ああ、床抜けちゃってるな。これ渡れないですね。内側から行きますか。いや、下駄履いてるんじゃなくてね、もう、タイルが。どっから2階上がればいいんだろう。2階行きますか、じゃあ。電波ある？まだ。あ、そっち赤い部屋です。そこ赤い部屋です。ちょっと赤い部屋、この部屋じゃない。ちょっと一回帰ろう。この部屋、俺マジ聞こえた。いや、ちょっと待って、痛いやつだ。あれ、女みたいな声。女みたいな声。ドア閉めて、ドア閉めて。ちょっと待って、トイレの便器から。どいて。本当にやめて、本当にやめて、本当にやめて。あ、ここです、赤い部屋。マジで怖いから。うるさい。本当に怖いやつだから、マジで。赤い部屋。あ、そうです、この部屋で合ってます。この部屋を殺すぞ、今度。今、聞こえなかった。女の声を支え合って。てか、電波ないな。電波ある？みんな。電波ある？隣のとこが、ここ赤い部屋。足元だけみんな照らすようにして。あ、ここ、あ、ここ赤い部屋ですね。ここは赤い部屋です。ここで、バラバラ殺人だと。うん、冗談抜きで。ここの、ここの奥、だからここで殺人現場の。これが、鏡がそれ。あ、やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。やばい。なんか上が怖いんですよね。やばい、今聞こえた？俺も聞こえ、何ですか？聞こえた今。何？おお、危ないよ。やめろ。鏡張りだね。ここも鏡っすね。うん、上も鏡です。うん、あ、こっちも鏡。うわ、怖え。あの鏡の腰に自分痛くない。ここで、あ、殺人事件のあった有名な部屋ですね。ここは殺人事件。
怒られた、まず。アメリカ人ちょっと来て、はい、アメリカ人、あのアメリカ、ちょっとちょっと、誰かいる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 よ、なんか聞こえない、なんか見えない、みんな、なんか見えるっしょ、え、何、誰か奥にいる、いや怖い怖い怖い、誰怖い怖い怖い、誰かいる、誰かいる、誰かいるっしょ、誰かいるわ。あ、ロハコさんだわ。うん、ロハコさんか。お腹すいたから。お腹すいたんだ。向かい行くと霊がいなくなっちゃう。なんか赤い手の跡がめっちゃあるんだけど。ロハコさんか。アメリカ人さんかっこいい。全然来て。連れてきて、こうやつダメなんですか。荒野じゃダメですか。荒野とか、うん、ワンタロウとか、アムチンで、アムチンは県外。え、ワンタロウももう県外。アムチンはまあ、アメリカ人さんを基準にしたら県外。どういう基準やね、うん、基準は僕は基準。この怖いとこで余計言われた後輩は。今度アメリカ人さんの放送遊びに行こう。妖怪だわ。だ、完全にここ妖怪いるわ。妖怪いるでしょ、ここ。え、なにこれ、ちょっとここ何、僕ずっとここの中気になる。気にならない、みんな。でもみんななんか、え、なにこれ、この下、え、怖くない、なにこれ、下気にならないですか。怖いよね、ここ。バドンさん、なに、アイテム天井の上の方が怖いよ。上？こっち？嘘。みんな覗いてる。上にいる。上にいる。え、これ映るかな？映り込む時もあるし、見えたっていう人がいる。これ違うんですか？これ。どれとか。あ、趣味ですか？あ、お前触んなよ。お前タッチパネルなんだよ。お前。俺のレッツノート、お前らが使ってるの違うから。画面触ったらお前操作されるから。操作される。うん。三流配信者が使ってるレッツノート違うから。僕やめて、やめてくんない？レッツの音使ってないから、そもそも。怖い、何これ。階段あるし、後で行ってみようか。ライトつけっぱしすぎて危な、怖っ。怖っ。呼んでる？和道さん、一人かくれんぼスタンバってください。ここでやるの？一人かくれんぼ。ここでやるの？え、あの、ここでやるんですかって聞いてます。ここでやるんですかって。スタンバってってどういうこと？聞いてくる。やっぱすごい斜め。斜めこうが一番なんかこう、独特な。ここですよね。こういう、ここの前。いや、どうだ。お願いします。ここら辺の、なんか一人で、わかんない。なんか奥より、窓さん、ここら辺がちょっと、なんか、怖い。ここ、ここ、いや、でもみんないるんで、はい。ま、やりましょう。うん。ま、来たんで。ぬいぐるみよ。そうだね。まあ。いやここら辺見たらないもんね。それが一番そうは。あ、いいっすね。多分探すか、綿を探すで、もうベッドのとこが綿とか。なんかありますよ、なんか。もうこういうポーチみたいな。ポーチでやります。俺、お米置いてきちゃったよ。で、どうします。で、これじゃ結局意味ないじゃん。なん、いや、女の人の声が聞こえたよ。いや、ここやばいっすよ、本当。こっちも聞こえたって言ってました。でもこれさ、ね、帰れない。取り高が。だってこんだけね、配信者揃って、ビビっただけじゃん。こんな別にビビることじゃない。全員で普通の隠れんぼしてない。あ、いいっすね。
それ。やめた。よし、決めた。言ったことがあ、全員で隠れればやろうか。いいんじゃないですか。いいっすね、いいっすね。それいいんじゃないですか。全員隠れば。じゃあ、俺が鬼やりますよ。俺が探すっていう、一番怖い役やります。うん。なるほど。それよくない？俺、みんな。一人ずつです。うん。それどう？これは、待って、これ。もう、全員バラバラに隠れて、うん、俺外じゃスタンバって、個人プレイです、これは。個人で、うん、単独でみんな隠れて。あ、じゃあ、お金は？はい。二人で。はい。全パラ。これ。じゃあ、一緒に。じゃあ、全員隠れ終わって。で、何？見つかったらどうする？見つかった人。一番最初に。なんで、ないじゃん、見つかりたい。ちょっと一つだけいいですか？はい。なんですぐ罰を考えるんですか？いや、だから見つかったらさ、だらみんな見つかりたいわけじゃん。次は早い話。一人は寂しいってなって。ここは大丈夫。キシキシ。アメリカ人配信回せないらしいから一緒に配信してもいい？あ、いいよ。うん。ごめん。ツーピアで行こう、ツーピア。電波ないな、ここ。向こう行こう。あー。ツーピアね。じゃあ、ワンタロン一人で。だって、やっぱ、隠れんぼやるみたいです。うん。ライター持ってます。ここでタバコ吸うの？ダメ？ダメよ。ダメだよ。ダメだよ。マコさん、廃墟でタバコ吸うのはダメよ。廃墟はもうコンクリだから。いやいや、火事になったら死ぬわ、全員。全然空気が違う。ここら辺が。すがしいんだけど。うわってなって。どうなったの？俺が鬼でいいの？結局。みんな隠れるって感じ。オッケー。じゃあ俺外出るわ。和田さんが、あと、俺が探すんでしょ？どのぐらい配信のことですか？電源とかのこと？どれくらい？時間です、配信の。時間はあと3時間半できるよ。あ、じゃあ、もう全然もう。うん、じゃあ和田さんの方が。俺がじゃあ探す。今のアメリカンジョーク。オーケーちゃん、これやっぱロマコさんお化けのせいですよね。まあ二人ついてますね。それはかなり二人ずつペアで。え、じゃあ全員が隠れて俺が全員を探すんでしょ？鮫島さん、タバコ吸っちゃダメなの？ここは吸っちゃダメでしょ？ダメなの？ここはダメだよ。じゃあ僕が探すんですよね、全員。止めないようにしたらどうしよっかね。でもだってそんなに言ったって、だって見つかりたくなっちゃうじゃん。はい、特にお前。あ、でもアメリカ人と二人なんで大丈夫です。ツーペアだったら。でもやっぱね、こっからここら辺ぐらいね、もう奥よりここら辺が一番怖い私。あ、そう。はい、奥かあんま怖い。俺は全然怖い。空気が全然違う。え、でも逆に、でも見つかりそうになった時は、和道さんを驚かすみたいな。できるから。いや、わかった。和道、肝試し。俺たち仕掛け人で。全員仕掛け人になればいいんだ。どう、うん、ルールが変わってるでしょ。和道さんはちょっとそこの外で見えないようにして。待って。で、階段の下くらいで待ってる。なんで俺を驚かす何見てんだよ。あ、アトラクションみたいな感じか。違う違う。鮫島さんを通して、うん、心さんを見て、心さんを見ながら、アメリカ人。やっぱアメリカ人。ナイスだよ。すごいタイプなんだって。Oh, no. で、とりあえず、和道さんを脅かしましょう。Okay、で、一番怖かった人が、やっぱ和道さんに聞いて。ホンテッドマンション的なやつ。そうそうそう。我々は、おもてなしするわけです。じゃあ、俺はどのタイミングで入ればいいの？リスナーさんが教えてくれるの？誰かの放送見てて。もういいよって。いや、まあ、とりあえず。和道さんの放送に書き込みましょうか。あ、それがいいか。準備 OK だったら。頭いいで。じゃあ、俺外で待機してるわ。え、それみんな配信せずに？せずに。個人です、これは。OK、じゃあ。あ、でも。ロハコさんも隠れて俺を脅かすんだって。え、じゃあ、ロハコさんは出ないでしょ？ロハコさんを脅かす側でしょ？そっち側だよ。ただ、ここは特別に。そうですね。じゃあ、俺外出るよ。じゃあ、ワンタロウと帰るんですか？
音は大丈夫？音割れてない？みんな音割れてない？大丈夫？聞こえる？ OK。 大丈夫、OK。ごめんごめん、虫がついたんだ、うん、虫がついた。聞こえる？大丈夫？で、一回カメラ切るね。こんな感じの方がいいのかな？どうだろう？みんなはこんな感じの方がいいんじゃない？どう？こんな感じでいく？つがいい？これでいい？これで OK。 うん、これでいこうかさ。これでいこうか。でコメントが来るまで待つと。音すごい？まだかな。キーンって音がする？何キーンって音って。俺もちょい大きい方がいいかな。どれくらいだろう。これくらい？これくらいでいい？こんな感じでいいか。音ひどい？どう？音どう？まだひどい？治った？大丈夫？ハウリング？いや、ハウリングが起こる様子ないんだけどな。大丈夫？じゃあ、あとはコメント待ちまーす。カメラを調子、カメラが曇ってる。カメラがすっごい曇ってる。耳鳴りすごい。米ビューいらない？たまにキーンってするんだ。なんだろう。た
たまになるの？こっち側にその要素はないかな？キーンってなる。コメビはね、YouTube 見てる人に、必要なんですよ。なったりならなかったりするんだ。ロアコさんは霊がうじゃうじゃいるって。ああ、こっち側にはその耳鳴りないっすね。足元には冷蔵庫は転がってないっすね。ここに何にも転がってないです。首閉まんない？多分耳鳴りの要素ないんだけどね。普通に音的に聞こえるってこと？放送的に？携帯からするってこと？何にも鳴ってないはずだけど。モスキートーン。いや、今からなんか一人で廃墟を入るんで、コメントするみたいです。今大丈夫。って音しろ。なんだろうね、モスキートオン、モスキート蚊ですね。モスキート、モスキートオン、音、オンの音、モスキートオン。聞こえない？今してる？鳴った？今なんだろう、機材的には何にもないけど、うん、まだかね、遅いね。いや、こっち側では何も鳴ってない。遅いな。アイテムありがとう。何人だろう。結構大人数ですね。いや、段取りがあるんでしょ。早くしてくんねえかな。遅えよな、ちょっと。隠れてるからでしょ？隠れてる場所を見つけないために放送切るって言ってたよ。まだかな？あ、落とした。今ガサンって聞こえたよね。今ガサンって聞こえたから隠れてるよ。うん、右の耳だけキーンとすんの？いや、今ガサンってビル、建物の中から聞こえた。うん、遅くね？あ、ガンガン聞こえるよ。いや、2階の音からバキバキって聞こえた今。聞こえたでしょ、みんなも。
バキバキって聞こえる。2階からバキバキ聞こえる音が。全員 OK。 じゃあ行きますよ皆さん。 OK ですか、リスナーさん手挙げてください。バキバキ音がしたんで隠れてますね。2階から音聞こえたでしょ、うん、行くよ。じゃあスタートです。怖っ。いや、超怖えな。落としたよね。おぉ、もう音するんだけど。超怖え。何これ。え、何何何何。え、なんで明るい。超怖いんだけど。え？うわっ！びっくりした！あー怖っ！怖っ！怖っ！いや、怖い怖い怖い。こっから手が出てきた。怖っ。ちょっと待って、なんで息上がってんの？いや、お腹ずっと痛いの我慢してさ、みんな遅いから。カリウム足りてないの？ギュルギュルお腹が入ってて。怖っ。シンプルに怖いの。いや、超怖かった、今。こっちは誰もいない？いや、怖いだろう。こっから手出しやがった。幽霊いなかったっすね。流れあれ、骨出し、骨出しとか幽霊いなかったっすね。いなかったっぺ。もう夜明けちゃったよ。夜明けちゃいました。うん。太陽出てきたよ、もうそろそろ。マジっすか。え、何人いんの、全部何人いんの。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。